ただいまより和光市防犯計画の改定案について説明させていただきます。本計画は平成17年1月1日施行の和光市暮らし安全防犯条例に基づき、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指して平成17年12月に策定した計画となります。計画に基づいて防犯活動を推進してまいりましたが、社会情勢の変化に伴い防犯活動の内容に変化が生じたことから、計画の内容を見直し改定します。それでは改定内容を説明してまいります。今回の計画では、旧計画になかった用語の定義付けを行います。以前は市民等という表現が使用されていましたが、対象が市民一人一人を指しているもの、自主防犯活動団体を指しているもの、防犯活動を実施している自治会を指しているものと、範囲が広く判別しにくい表現となっていました。計画で使用する用語を定義づけることで、対象をはっきりとさせ、意味を明瞭化、統一させることで、誰がどのような防犯活動を実施するのか、分かりやすい表現となります。次に、取り組みの分類の見直しを行います。旧計画は、市、市民等、事業者の3主体と定め、それぞれが推進していくべき計画を掲げていましたが、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進していくにあたり、3主体のほか、警察や浅香地区防犯協会などの関係機関との連携、協力が必要不可欠であることから、内容を見直しました。改定後の計画では、それぞれの取り組みを大きく、市の取り組み、市民自主防犯活動団体の取り組み、事業者の取り組み、新たに3主体による共同の取り組みの4つに分類を分け、具体的取り組み内容を再分類しました。分類それぞれの取り組み内容は資料の通りです。また、社会情勢の変化に伴い、犯罪被害が多様化しつつあり、対策を講じる犯罪種別として掲げていたものに、新たに特殊詐欺、性犯罪、ストーカー、DV、インターネット、SNS による犯罪、これらを追加します。今回の改定で追加した犯罪種別は、共同の防犯対策項目として記載します。なお、改定後の計画全体の構成は資料の通りとなります。この度の見直しにより、改定前から記載されていた取り組み項目は、内容や表現を修正し、新たに実施されている防犯活動を一部追加するなどの時点修正を行います。もともと市の取り組みに分類していた高齢者、障害のある人のための防犯対策、子どもを守る防犯対策、これらは市民自主防犯活動団体、事業者、警察、その他の関係機関の協力が必要不可欠であることから、共同の取り組みに分類し、先の説明であった特殊詐欺被害防止対策、性犯罪やストーカー、DV 等の防止対策、インターネット、SNS の利用における犯罪被害防止対策の推進も、同様の理由から追加します。また、改定箇所として、旧計画の和光市防犯計画実施計画表で示していた実施計画に基づく具体的な取り組み内容を計画の項目ごとにそれぞれ記載するようにしました。次のスライドから主体それぞれの実施計画の項目、具体的内容について説明してまいります。はじめに市の取り組みについて、全庁的に推進していく取り組みを大きく4つに分け示しています。括弧1、防犯に必要な情報の収集・提供及び防犯意識向上のための知識の普及・啓発。1、防犯に必要な情報を収集するとともに、多種多様な広報媒体を活用して市民・地域団体等に対して速やかに情報発信を行います。
具体的な取り組みは、広報和光や和光市ホームページへの掲載などがあります。2、多くの市民が参加する行事において、啓発冊子や物資等を配布して、広く市民に防犯意識の高揚を図ります。具体的な取り組みは、和光市民祭り、出初め式、地域防災訓練などでの配布などがあります。3、地域全体の防犯力の底上げに貢献できる人材づくりとして、防犯リーダーを育成し、地域の安全対策について知識の普及を図ります。具体的な取り組みは、防犯の専門家などを講師とした講座や講演会の実施などがあります。2、市民自主防犯活動団体及び事業者などへの防犯活動支援。1、市民自主防犯活動団体及び事業者などが実施する防犯活動に必要な物的・人的な支援を行います。具体的な取り組みは、防犯パトロールグッズ等の貸与などがあります。2、市内で防犯活動に取り組んでいる自主防犯活動団体の活動状況を把握するとともに、連携した活動ができるネットワークづくりを推進し、町内関係課で連絡調整を図りながら、防犯計画を実践する組織体制を整備します。具体的な取り組みは、町内関係課の連絡体制の整備などがあります。3、犯罪抑止に配慮したまちづくりの推進。1、犯罪の発生を防止するため危険な暗がりを解消します。具体的な取り組みは、市が管理する街路灯の点検・整備などがあります。2、公園や道路等の樹木の定期的な剪定を行い、見通しが良くなる安全対策を行います。具体的な取り組みは、植樹帯、緑地帯の管理などがあります。3、犯罪が起こりにくい街づくりのため、環境美化対策を推進します。具体的な取り組みは、水道、公衆トイレへの落書き防止などがあります。4、道路や自転車駐車場などの公共施設の安全点検を実施します。具体的な取り組みは、市が管理する道路、自転車駐車場等の定期的な安全点検を実施します。4、市職員などによる防犯パトロール。1、防犯パトロール中など、市職員が犯罪等の現場に遭遇した場合において、警察への通報や連絡などの対応マニュアルなどを作成し、職員に周知徹底を図ります。具体的な取り組みとして、緊急時における関係課及び関係機関への連絡体制の整備などがあります。2、青色回転灯を装備した商用車を導入し、市職員などによる防犯パトロールを実施します。具体的な取り組みは、商用車両への回転灯の装備などがあります。3、和光市消防団は、火災警戒等の出動に合わせて、消防車両を活用した防犯パトロールを実施します。具体的な取り組みは、和光市消防団による消防団車両を活用した市内巡回の実施などがあります。次に、市民自主防犯活動団体の取り組みについては、大きく3つに分け、示しております。1、身の回りや地域における安全対策。1、犯罪の発生を防止するため、危険な暗がりを解消します。具体的な取り組みは、和光市防犯灯補助金を利用して、私どへ防犯灯を設置などがあります。2、プライバシーを考慮しつつ、防犯対策上、塀や生け垣を見通しが良い状態にし、不審者の隠れ場所をなくします。具体的な取り組みとして、植栽の剪定などがあります。3、外部から狙われにくく、
侵入しにくい防犯性の高い住まい作りを計画します。具体的な取り組みは、留守を周りに知られないような住まい作りなどがあります。丸4、高齢者や障害のある人たちに対する理解を深め、犯罪に遭わないように支援を行います。具体的な取り組みは、挨拶運動の積極的な実施などがあります。丸5、子どもたちや親に対する地域の見守る力を活性化することにより、少年による非行問題行動の抑制に努めます。具体的な取り組みは、挨拶運動の積極的な実施などです。丸6、市民が日常生活の中でできる防犯活動を行います。具体的な取り組みは、買い物、ウォーキングやジョギング、犬の散歩等の活動を通じた防犯パトロール、ながら見守りの実施です。括弧2、地域防犯活動の活性化。丸1、自主防犯活動による防犯活動を実施するとともに、市民が自由に参加できる組織づくりを促進し、積極的に参加します。具体的な取り組みは、防犯パトロールの実施などがあります。丸2、挨拶運動や環境美化活動などを推進し、自治会への加入促進などにより地域コミュニティを活性化します。具体的な取り組みは、挨拶運動の実施などがあります。括弧3、知識習得のための防犯講演会、講座などへの参加。丸1、市が障害学習の一環として実施している和光姿勢学習お届け講座の防犯対策講座を有効に活用します。具体的な取り組みは、地域の人が多く集まる機会、集会等を利用し、防犯対策講座の活用企画などがあります。丸2、市や警察、関係機関などが開催する防犯講演会などへ積極的に参加します。具体的な取り組みは、防犯に関する講座等の情報の積極的な収集などがあります。丸3、防犯講演会などで習得した知識をそれぞれの地域などに還元し、防犯知識と意識の普及に努めます。具体的な取り組みは、講演会などで得た知識を地域の掲示板や回覧で住民に周知などがあります。丸4、被害の拡大を防止するため、犯罪に遭ったとき、または遭いそうになったときは、警察および市に速やかに情報を提供します。具体的な取り組みは、警察および市への詳細な情報提供などがあります。事業者の取り組みは大きく3つに分け示しております。括弧1、従業員への啓発。丸1、従業員に対して防犯冊子等の啓発物資を配布し、防犯意識の向上に努めます。具体的な取り組みは、従業員への防犯啓発物資の配布です。丸2、事業所が防犯講演会や研修会等を開催するとともに、市や各種団体等が開催する講演会や研修会等への参加を促進し、従業員の防犯に対する認識や知識の習得に努めます。具体的な取り組みは、防犯講演会、研修会の開催および参加促進などがあります。丸3、防犯対策の一環として、事業所における防犯マニュアルなどを作成します。具体的な取り組みは、防犯マニュアルなどの作成です。括弧2、施設等の防犯対策。丸1、新築、改修、増築等にあたっては、防犯性を考慮した施設とします。具体的な取り組みは、面格子、シャッターの設置など、破壊侵入に強い構造などがあります。丸2、
設や駐車場等においてプライバシーに配慮した防犯カメラなどの設置を推進します。具体的な取り組みは犯罪抑止のための防犯カメラの設置などがあります。3、事業所において適正な警備員の配置に努めます。具体的な取り組みとして、事業所内外の警戒と不審者の発見のため警備員を配備などがあります。3、地域の一員としての防犯への取り組み。1、市民自主防犯活動団体等が行う防犯パトロールなどの防犯活動に積極的に参加し、地域を理解するとともに防犯対策の向上に努めます。具体的な取り組みとして、施設周辺地域の住民や自主防犯活動団体等との良好な関係の確立などがあります。2、各事業所において積極的な防犯活動を実施することで犯罪抑止力の向上を図ります。また、犯罪等に遭遇した場合の対応マニュアルなどを作成し、定期的な研修会を実施します。具体的な取り組みとして、防犯パトロール実施中などが記載された防犯ステッカーを車に調布し、市内を巡回などがあります。4つ目の分類として新しく追加した、市・市民・自主防犯活動団体・事業者などによる共同の取り組みは大きく7つに分かれています。1、警察や関係機関と連携した防犯意識の向上・知識の普及。1、防犯に関する講演会や講座・ワークショップ等を開催して啓発に努めるとともに、警察や関係機関と協力して内容の充実を図ります。具体的な取り組みは、講演会などの企画・開催・参加などがあります。2、犯罪を未然に防ぐため、和光市駅前などにおける街頭キャンペーンなどの啓発活動を実施します。具体的な取り組みは、多発している犯罪被害や市内の犯罪傾向に関するチラシなどの配布などがあります。3、各団体が実施する合同防犯パトロールの開催について十分周知し、積極的に参加します。具体的な取り組みは、市内一斉パトロールへの参加などがあります。2、警察や関係機関との連携による犯罪を発生させないまちづくりの推進。1、犯罪が発生した時だけでなく、平素から速やかに情報の収集、提供、及び連携した防犯活動を推進することを目的として、警察、関係機関、自主防犯活動団体による協力体制を確立します。具体的な取り組みは、防犯活動への参加及び情報提供に関する協力体制の整備などがあります。2、特に積極的に防犯活動に努めている市民及び自主防犯活動団体については、警察、関係機関、行政で表彰し功績を周知します。具体的な取り組みは、積極的な防犯活動の功労者及び団体への表彰・推薦の実施などがあります。3、市内の防犯上問題になる箇所を把握・改善するため、防犯マップを作成するとともに安全点検を実施します。具体的な取り組みは、実際に地域を歩き点検を行うフィールドワークの実施などがあります。3、高齢者・障害のある人たちのための防犯対策。1、犯罪被害を未然に防ぐため、的確で効果的な対処策など、高齢者や障害のある人およびその家族や地域でサポートする人たちに専門的な講習会などを実施します。具体的な取り組みは、犯罪手口や対策に関する講習会などの実施・参加などがあります。
丸二、高齢者や障害のある人の日中活動の場である高齢者福祉センターや生活介護施設、放課後等デイサービスなどにおける防犯管理体制を強化するために、講習会や研修会を開催して安全性の向上に努めます。具体的な取り組みとして、防犯安全器具の取扱い習得のための研修会や防犯訓練の実施などがあります。括弧4、子どもを守る防犯対策の推進。1、学校や保育園などの防犯管理体制を強化するために、防犯用資機材を配備するとともに、教職員や保育士などが保護者、地域住民、関係機関などとの連携を強め、講習会や研修会を開催して、安全性の向上に努めます。また、情報交換の促進と、防犯に対する知識の普及を図り、不審者などに関する情報に対して、的確な対応ができる迅速な情報提供に努めます。具体的な取り組みとして、侵入者が現れた際に使用する防犯安全器具、さすまた、盾、催涙スプレー、カラーボールなどの配備、点検などがあります。2、子どもたち自らの危機回避能力を高める取り組みを推進します。具体的な取り組みは、子ども防犯教室の実施などがあります。3、子どもたちの通学路や地域の遊び場などにおける安全点検を行うとともに、危険箇所の解消に向けた対策を行います。具体的な取り組みとして、子どもたちの出入りが多い場所を中心に実際に地域を歩き、点検を行うフィールドワークの実施などがあります。4、児童が所持する防犯ブザーを点検し、使用方法等について指導します。具体的な取り組みは、防犯ブザーの使用方法の指導・点検です。5、施設への侵入者などを未然に防ぐなど、子どもたちの安全確保を図ります。具体的な取り組みは、侵入者などを未然に防ぐセキュリティ対策の配備・点検などがあります。6、子どもを守る家の普及及び点検を行い、通学路や地域での安全対策を行います。具体的な取り組みは、子どもを守る家への参画などがあります。7、青少年を守る店の普及及び点検を行い、犯罪に対する緊急避難場所としての提供と犯罪被害者の保護に努めます。具体的な取り組みとして、青少年を守る店への参画などがあります。8、子どもの安全を確保するため、PTA や保護者会が中心となって、地域住民とともに通学路の安全点検を行い、防犯パトロールを実施するとともに、学校、保育園等との連絡体制を強化します。具体的な取り組みは、地域防犯パトロールの実施などがあります。5、特殊詐欺被害防止対策の推進。1、現在社会問題になっている振り込め詐欺などの特殊詐欺について、被害を未然に防ぐため知識の普及を図ります。具体的な取り組みとして、犯罪手口や対策に関する講座等の実施、参加などがあります。6、性犯罪やストーカー、DV 等の防止対策の推進。1、市内で性犯罪等の前兆となる不審者からの声かけ事案等が発生した際には、地域で情報共有し、防犯パトロールなどを行います。具体的な取り組みとして、不審者に遭遇した際の警察への連絡、情報提供などがあります。2、講座等の開催及び参加による知識の普及を促進します。具体的な取り組みは、犯罪手口や対策に関する講座等の実施、参加です。7、インターネット、SNS の利用における犯罪被害防止対策の推進。
1、講座等の開催及び参加による知識の普及を促進します。具体的な取り組みとして、安全な SNS の利用方法や被害に遭わないための対策に関する講座などの実施、参加などがあります。和光市防犯計画の改定案については、令和4年2月22日火曜日までパブリックコメントを募集し、令和4年3月下旬頃に完成を予定しております。以上で説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。